私がもう本当にね何も考えられなくてすごいぼーっとしてた時間があったんですよ、はい、なんか宙を見てわーってしてたらゆきちゃんがいきなり最初がジャケボーイって言ってきてびっくりして私うわーってなってで私はチョキをでゆきちゃんはパーを出して私が普通に勝ってわこの人急にじゃんけん仕掛けてきて負けてると思ってやめてよその話はしないでよこれめっちゃ面白いいやなんか聞いたことあったんです、うん、その突然じゃんけんを仕掛けると人は反射的にグーを出しちゃう。そうな、私もそれ聞いたことあった。そうなんです。だから私はもう意気揚々最初にじゃんけんパーって出したらゆうきさんすごいこの顔でガチガチのなになにってなりながらもうバッキバキの目でちょっと出してさっきまでぼーっとしてたのに最初にって言われてもあれ聞いてたのと違うってなってだから私からしたら急にじゃんけん振ってきて急に負けた人クソダサいねえ、でも私も聞いたことあった。人は急に振られるとグー出しちゃうみたいな。あんなバキバキにチョキ出すと思わなかった自分でもすごいですね。新しいゆうきさんを知りました。そうか、アドレナリンすごい出たんだけど出てたそれがゴールデンウィークで一番楽しかった私的に悲しくない？マジですか？本当に一番笑ったもん、あの時。よかった。ただ負けただけじゃなかった。そうなの。ゆうきさんに笑顔を届けられた。笑顔、あの時疲れていた私に笑顔を。優しい。お邪魔します。あ、イエーイ！わーイ！こんにちは！いらっしゃい！お二人のお邪魔。よいしょ。座っていい？もちろんです！よいしょ。お邪魔します。わーい！すごい一気に華やかに、うん、あらいい落ちですね。いらっしゃいいらっしゃい。いらっしゃい深いいいいいいじゃんけんパーだんださっきさじゃんけんの話しててさとっさにグー出しちゃうって言ってたじゃん、はい、あのそれ今の篠田ちゃんのやり方が正しくて、うん、じゃんけんぽいって始めた場合はグー出す人が多いんだけど、あ最初はグーって言っちゃうと開く人が多いんだよ。あそうなんだ。だからバキ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 違うんだよバキバキのチョキ衝撃だったし今のダーミナもなぜグーだったの今のは自分で仕掛けて